空手道の型は、古来人が敵と戦った実戦からの考察、また仮想の敵からの誤信をもとに攻防の技を組み合わせ、一連の動きとして集大成したものである。先人たちが長年にわたり修練体得した型を伝承し、自らの技を磨くことにより最高の真技体を身につけることができる。比嘉音那覇正派、正面から見てみましょう。横から見てみましょう。気をつけの姿勢。手は開き、前で合わせる。四股立ちとなる。掌底で押さえ、水月の前に置きながら四本抜き手を行う。左足を一歩進めて、両手を合わせ握る。左足を一歩前へ進めると同時に、両拳を前へ出す。四股立ちとなり、右肘を跳ね上げる。後屈立ちとなり、回手で下段を受ける。